めっちゃめちゃね、可愛いガチャが、わけわかんなくもねえんだけどさ、まあ、とりあえず、すっげえ可愛いガチャあって、欲しいやつ、絶対欲しいやつがあんの。まずは、ラインナップの紙を出して、あのね、いや、これ超可愛いぜ。いや、コンプ本当にしたいんだけど、コンプ、できないにしても、できないにしても絶対欲しいメンツがいて、ヤドカリがそこそこ進化した未来の話。人間と同じようにヤドカリも立派な家を持つ時代が訪れました。家を持つことで彼らの生活はますます豊かになったりならなかったり、てん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 、まあいろいろあるみたいです。そんな憧れの物件を手に入れたヤドカリたちを紹介しちゃいましょう。ペラリス種類は全部で、ね、5種類もあってね、鎌倉ヤドカリから始まり、ラーメンヤドカリ、縦穴式ヤドカリ、これもね欲しい。縦穴式ヤドカリも正直欲しい。戸建てヤドカリ、なんかのび太の家とかさ、そういう感じのね、古い家って感じ、これもいいんだわ。しかし最強がね、男ならばこれっしょ、お城っしょ、一国一城の主になりても、お城ヤドカリ、天下を治めた武将のヤドカリ、いや欲しい。他のヤドカリがよく攻め込んでくる。よ、こいや、帰り討ちしたのは。毎日が戦いの日々。お、男だね、楽しいね。やっぱ男は毎日戦わんとな、絶え間よ。で、ヤドカリ物件っていうね、商品名がヤドカリ物件。ヤドカリだって、家が欲しいんだな。やべえな、こんな面白いガチャがあったなんてということで、早速今開けたのなんだ。今開けたのが、これ、あ、縦穴式やんけ。一発目から縦穴式出た。これ、待って、合ってるやつがちっちゃくね、こんなちっちゃい。え、なんか想像の、え、待って、想像の倍以上ぐらいちっちゃいんだけど、めちゃくちゃちっけえ。縦穴式ヤドカリ。え、なにこの小ささ。うわー、これ3内丸山遺跡に持ってってさ、置いてリアルに写真撮ったらめっちゃ映えね。インスタ映えするよね。めちゃめちゃちっこかった。こんなちっこいんけえ。うわー、ちびちゃだ。めっちゃ可愛い。まあでもわけわかんねえよな、これな。なんでヤドカリがさ、家に住んで、いや、まあヤドカリのから、住みかが、まあ家になったってことか。まあでもわけわかんないかもね。いやでもわけわかんねえか。まあ俺的には可愛ければ何でも OK なんでね。もう可愛ければ何でも OK なんだけど、ガチャで。めっちゃ可愛い。どうしたこれコンプしようかな。とりあえずお城が出れば OK だと思ってやってきたんだけど、これはちょっと本物見たら欲しくなっちゃったな、これは。これは本物見たら欲しくなっちゃ、お、発光され、発光しね、熟成してる、熟成。めっちゃいい匂いする。なんかすげえいい匂いする。わあ、ガチで。え、待って、これぶち込んだら気持ちいいんじゃね？え、待って、これぶち込んだらさ、めっちゃ、待って、これぶち込んだらめっちゃ気持ちいいんじゃね？あ、ブクブク出てるし、ちょっとぶち込んだるか、今ちょっとぶち込んだるわ。行くぜ。あ、でもその前に写真撮りたかった。まあいいや。いや、ぶち込んだろ。めっちゃ気持ちいい。あ、でも穴開けて、ちょっと穴開けてこうやって出てきた感じで、お、めっちゃ良くない？これこれめっちゃ良くね。お、かわいい。ちょっと待って、写真撮ろう、写真撮ろう。やはりね、思った通りだったわ。めちゃめちゃいい感じ、いい感じな写真が撮れた。アップするのが楽しいんだね。いい写真が撮れた。そしてね、はあ、これトリピカルズたちとさ、同じように色でね、分かれてないから、まあ、コンプの可能性も、いやでもこれもう一カプセルあればコンプの、でもコンプできないと思うんだよね。これがもう一カプセル多分ないと。いやでも分かんないから、もしかしたらコンプできてる可能性もあるかもしれない。泣きにしもあらずって言うんだけど、まあ、とりあえずお城が出れば勝ちかなという、お城ね。お城が出てくれば、のび太の家だ。なんか、のび太の家とかさ、その昔のさ、アニメの主人公の家って感じがしていいよね、これで。うわ、いいね。こういう家。いやー、ほんとなんか昔思い出すね。こういう家を見ると、子供の頃とかさ、俺北海道出身だからさ、雪すっげえ積もんの。だからさ、飛び降りるんだよ、絶対に。もう絶対ダイブするから、これは。で、飛び降りた下にさ、なんか物あってね。大ダメージを負うとかね。いやー、夏いね、思い出だね。その家に僕は住みます。うわ、待って、これ、想像以上に良かったな。どうしよう、これ。コンプしたかった。コンプ魂に火がついてきたわ。これはちょっとコレクター魂に火がつき始めてきている。これはまあ、のび太の、まあ、色は違うけどね。デザインとかも違うけど、まあ、こんな感じじゃん。だから、のび太の家っていう名前でしょ。のび太の家ヤドカリ。黄色。なんかヤドカリもさ、なんか、それぞれ個性があっていいよな。黄色とかさ、みんな違いヤドカリなんだよね。この鎌倉ヤドカリもなかなかいいよな。やっぱ雪国出身の俺からすると鎌倉。でも鎌倉作ったことなんてほんと一
回ぐらいしかないの。いや、まあ、小さいのはあるけど、本格的なやつは1回ぐらいしかねえわ。固めてくんだよね。あれでも壊すときのが正しいよ。やはりさ、雪だるまの方が作るよな。雪だるまとかな。雪だるまな、作ってる途中でぶっ壊してね。先生にボコられたな。懐かしいな。あと、雪合戦のときさ、石入れるバカいるよな。俺やってないから、マジで。俺食らったことはあるけど、やってないよ。その後、ボコボコしたけど、そいつらマジ。雪玉にさ、石入れるの反則。あ、かぶった、伸びたの家。これピンクに塗るか。いやね、ピンクしたのび太の家じゃない。のび太のさ、家の、あれピンクじゃなかったっけ。確かピンクだったよね。のび太のさ、家の屋根の。めっちゃ、のび太、あ、ごめん、のび太の家落ちた。いやー、いいわー。昔のアニメの主人公の家感が半端なく出てる、これ。半端ない。え、てか、俺これだけでもすげえ嬉しいんだけど。家の、この、うわ、家だけでもいいね。なのに、ヤドカリがいる。もうヤドカリが住んでいる。ヤドカリが巨大化したんか。めっちゃでけえな。このヤドカリには勝てねえな、ヤドカリちゃん。ヤドカリペットショップで、売ってたんだけどさ、すげえ安く売ってた、一匹。すげえ安く売ってて、見てたの。なんか雲みたいで可愛かった。ちっちゃい雲みたいでめちゃめちゃ可愛かったんだよね。やべえな。一国一城の主になれるかどうか、一国一城の主である俺。いや、いいね城の、と、親方様って呼ばれてくね。すっげえ美人な女にさ、親方様って呼ばれてくね。ブルスキーガールさ。お前、いや、行くか。親方様って言われてくれ。俺は今日ね、親方様になるぞ、俺は。俺は今日、一国一城の、主。主になるぞ、俺は主である。主であるという株。やべえ。あ、やべえ。完全にコース外れてね、これ。一国一城の、主からのコース。俺は主になれないのか。主様とかも、いや、主様とかもいいよね。主様とか呼ばれたよね。ブルスケからね、まあ今、行くわ、次行ってるわ。でもね、あのカプセル俺1個しかね、来なかったから、最後に残しといたの。あれ、一国一城の主じゃね、あれ、主。大国王者になれる。大国王者。一国一城の主、俺は主。頼むぞ、主。主。重さ的にはね、まあ、重さあんま変わんないんだよね、全部ね。でも、一国一城の主で、あいつでかそうだから重いか？やべえ、違うかもしんない。主、俺、主だからね。親方様って呼ばれるの俺は。親方様って、俺は親方様、美女に親方様って呼ばれる。美女に親方、これ出れば親方様だから今日から俺は、親方様。親方様になりたい。マジで、あ、でも鎌倉も欲しかったからね、これね。やっぱ北海道出身の俺からすると、この鎌倉っしょ。俺ガチで作ったことあるから、鎌倉。本格的なやつ。お父さんがほぼやってくれたけど、お父さんお手伝いしたからさ。いや、すげえ、鎌倉。かっこいいな。しかもさ、ヤドカリの野郎もかっけえんだよ、ホワイティで。うわ、ホワイティかっけえ。ホワイティヤドカリである。僕、ホワイティ。イケメンの、やっぱイケメンな。これイケメンわけだな。イケメン。残。イケメンの申し子。鎌倉ヤドカリである。うわ、いいな。これ雪だるまヤドカリとかねえから、雪だるま、まあ、家じゃないけど、鎌倉みたいに入れる雪だるまヤドカリとかすげえ落ち着きね。ということで、今回は、今さ、取り出して並べようと思ったんだけど、最後に、沈みつつある、建屋らしき。え、どうした、これはこれでいい感じ、いい感じじゃないこれ。いや、でも、スクワント並べらんないしな、最後の締めに。のび太の家が3対2、で、鎌倉が1対2、で、縦穴式。いや、待って、俺今回縦穴式一番気に入ったわ。これいいね、縦穴式住居のさ、宿借り。これ最高じゃない、これ最高じゃないこれガチで。めっちゃ可愛い。しかし、主にはなれなかったわ。主には。次回か、主は、次回か欲しかったなぁ。いやー、でもこれさ、重そうだから振ればわかるような気がする。今から思えば。でも大きさがさ、まあ、これぐらいの比率なのかわかんないけど、多分でかいよね、これね。ヤドカリのサイズが同じぐらいだと考えれば、かなり、そうだ、振ればわかったかもな、これ。今気づいた、バカだね。実にバカだ。ドラえもんに言われそう。ラーメンヤドカリとかも欲しくなったからね。コンプしてくれ。あと、ラーメンヤドカリと、お城ヤドカリでコンプだから、次回は一国一城の主になって、もう親方様のブルスキンガールに。いや、やべえ、このガチャめっちゃ余ったわ。さすがこれパンダの穴だったよね。さすがパンダの穴だな。パンダの穴ね、こういうわけわかんないガチャ出してくれるんだわ、本当。このパンダのマークの、これパンダの穴だよね。そう、パンダの穴っていうガチャメーカー、ここ好きだわ、ガチで。本当マジこれ、いや、まあ意味わからんでもないんだけどね。ヤドカリが家に、いや、でもわかんねえか、なんでヤドカリが家に住んどんねんってなるもんな。いや、でもこういう
うね、可愛い感じ大好きだから、これ第2弾も出してほしいな、第2弾だ。それではでは、また次回、次の宿狩りガチャでお会いしましょう。コンプしてあればいいけどな、こんな可愛かったかもうないかもね、今現在もうなくなってるかもしんない、これ。